先生まあちょっと言えないんだよねリサイクルビジネスがこれから来るんじゃないか、はい、文ちゃんやって携帯電話売ってそれやったんです。当時え何歳ぐらい、20歳、20から24の間ですね。で大体いい時ってどのくらいなんですか、月給料。あ、だから給料としてはまあまあ、うん、いやどう600いや本当にすごかったんですよ。やばいねそれ。それでその家具の方が面白くて、うん、に手を出したんですよ。でこれまた、うん、詳しい人に知り合って、うん、京都の人なんだけど、はい、まあ、3人でチームで、うん、まあその、はい、を仕入れてそれを販売する、はい、で目利きの人がいて、うん、その人に、はい、京都の人、はいはい、その人に 10% あげればなるほどいいわけですよ、うんうんうん、それがまたやばくて難しいですよね、その目利きがいないと、ね、そうなんですね。だからこっちは軍資金、そう、あ、なるほどなるほど。で動くのは俺の友達、はいはいはい、で目利き、はい、このコンビトリオ、うーん、ですごいまたちょっと儲けちゃってっていうことが、なるほど、まあ、あったで、運転手は運転手でやってるやってるんですよ、トラックね、はい。で携帯電話もバカ売れなんですよ。そうだよね。で携帯電話が電話一本なんですよ俺。はい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 。書類を送ります。まあまあそうですよね。で書類来たら渡して。はいはい。納品したらバック。そっか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 。ものすごい。場所もいらないし。はい。っていうのでまあ20代にしては、うん、まあ結構リッチに、そうですね、になったんですけど、うん、やっぱりその夢がランボルギーニっていうのがあったんで、うんうん、自分はそのまあ無駄遣いはやっぱりできない。うんうん、体質だったんですよね。あ、別に散財もしながら、もう、あ、もちろんブランドとか当初からこういろいろやってたけど、うん、でも、うん、まあわけないというか、うんうん、なるほどね。でその時に初めてロレックス買ったんですよ、はいはい、デイトナ、はいはいはい、当時22歳、うん、当時デイトナいくらしたんですか。ね、自分最初買ったのコンビなんで、はいはい、128万かな、定価は。でも自分からしたら、まあね、ものすごい高いもので、そうですよね。まあそれが、そうですね、うん、まず第一パターンという一パターン。その流れで、いろんな人とこう知り合うんですよね。うん、で、ちょっとこっからは、なかなかちょっとこう全部が全部言えないんですけど、当時日本で流行ったサザエボンっていう、はい、はい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 、こっち知らない、わかるわかるわかる、あ、わかる、あのサザエさんとバカボンがくっついてる、そうそうそう、マスコットのキーホルダーみたいな、はいはい、あれをやってる人と知り合って、へえ、でこれ売れるぞっていう話から、うん、まあ自分の人脈でギアさんとか、うん、はいはいはい、まあいろんな人に売ってたんですよ、うん、でサザエボンな、何を、キーホルダー、あ、キーホルダーは、要は全国的にヒットして、はいはい、みんな知ってるけど、うん、物がないっていう状態で、うん、もう持ってけば売れる、はいはい、でそこから人の紹介でゲームセンターを下ろしたり、っていうことがこう始まりですよ、はい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 、その時はやめてる、やってるんです、やってる、やってる、リサイクル、リサイクルもやってる、でリサイクルが、いや、リサイクルがちょっとこう良くなって、うん、目利きもできるようになってきて、フランスの家具とかイタリアの家具とか高く売れる、はいはいはい、うん、これは小売りした方がいいよねってことで、うん、まあ、某駅ビルの中にショップ出したんですよ、え、店舗出したんですね、はい、いよいよ出したんですよそこでいろんな人と知り合って、でサザエボンもめっちゃ売れて、うん、で調子に乗ってキティちゃんが流行りそうだったから、うん、キティボン作ろうって俺が言って、はいはいはい、キティボンドカーンと作って、はい、これでまた大稼ぎできるぞと思ったら、うん、全く売れなくて、これがめっちゃブサイクだったんですよキティボンが、まあ、キティちゃんとバカボンのパパだからね、はい、基本はね、そんなこんなしてたら、まあ、そのバカボンの、まあ、一番やってる人間が、うん、え、それはそのライセンス的な、結局売っちゃいけないものみたいな、あ、まあまあそうですよね、で、まあ自分はあんま言うとその時にできた人脈にやっぱりこう可愛がられたっていうのもあって、こういうの作ってくれとか、こういうのないのとかって始まるわけですよ。当時あれですよね、その的なやつで韓国とか中国とかから、はいはい、ありましたよね、そうそうそう、あれを入れたんだ、はい、あ、そういうことか、一番最初はとか、あ、それはこっちで作る、その現地で最初は
そういうのを得意としてる人がいて、その人に頼んでたんです。でもそれが20、まだ4度か20、いやいや、それはトラックもうやめたんで、やめてたじゃ25、6 25、6ですね。25、6で、すごいよね、こう、なんだろうね、商売のなんか、そうバイタリティというか、なんかね、そうそうそう、結局その、すごい学もないし、知識もないから、なんかもうやる気っていうか、ね、そうそうそう、稼がなきゃっていう気持ちで、できちゃってるじゃないですか、なんとなくそれで。あ、まあそうですよね、ね、もう気合と根性だけですよね。それで同時にリサイクルの方、はい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 、うまくいって、うん、もう1店舗出したんですよ。おすげえ。でそれは俺の友達に任せて、はいはいはい、共同でやってたんで、なるほどなるほどなるほど、で、あの法人化してちゃんとやってて、うん、自分の中で、うん、のビジネスもやってるじゃないですか、うんうん、あ、そうそうそうだ。で、の方でちょっと引っかかっちゃったんですよ、うん、あの要は600万で仕入れた偽物だったんです。うわうわ、そこでちょっとこう揉めちゃったと同時に、俺の友達が俺に内緒で変な仕事を請け負っちゃって、それで1200万ぐらいの損失を出しちゃった。それで俺はもうこっちで行くしかないっつってガーッと行ったわけですよ。え、じゃあ、え、やめる、やめてる。で、リサイクルのショップも正直な話、これも P なんだけど、なんだかんだで俺の相方が九州に行ったんですよ。え、なんで2年ぐらい。え、なんで結局それで、まあいろいろ問題が揉めたんだ。1年ぐらい連絡取れなくなっちゃった。おー、怖っ。で、俺も個人的にお金貸してたんですよ、うんうんうん、600万。はいはいはい、1年連絡なくて、1年後電話があったんですよ、うんうん、何があったの、うんうんうん、いや話すと長いから今電話あんま話せないけど、うんうん、借りたお金はちゃんと返すから、うんうん、待っててくれる、はいはいはい、それでリサイクルをやめる。まあリサイクルはもうやめ。ちなみにそのお友達は今はで、うん、面白いのが終わそれ終わったじゃないですか、はいはい、でそいつも負けず嫌いだから、うん、その俺も頑張るっつって、うん、またいろいろこう始めるわけですよ、はいはいはい、で毎月3万と返すと、うん、で600万ですよ、いう約束でね、26ぐらいから毎月3万をずっと払ってくれて、実は残りあと50万なんですよ。でもう50万もらえるんですよ、もう今そいつも羽振りいいし、で先月もあったんで、いつでももらえるんだけど、自分もいろんなその間にいろいろあったんですよ、やつとは。まあ50ぐらいは、まあ、復活してるんですね、その人。復活してる、すげえ。今ね、そうね、お店を2店舗やってるのかな、はあ、なんか、まあ、飲食店。あ、飲食店。へえ。で、まあ自分の話に戻るんだけど、で、まあかなり稼いで、はい、いきなりね、うん、その自宅に10時半ぐらい帰ったのかな、11時ぐらい夜、うん、で、玄関閉めて5秒ぐらいでピンポンって、そういう経験ってないじゃん。これないない。自宅帰って10秒後にピンポンって多分みんなないと思うんですよ。ない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 。そう。何言ってた？なんか落としたかなって思って開けたら、はい、刑事たちがふわっといて。でもうそれ内定入ってます。内定はもう1ヶ月前から入ってた、入ってってました。それでまあどうぞっつって開けて。はいはいはい、はい。で、まあガサ状を持って。うわ、で、いや、ここにはないから、うん、借りてる事務所にあるから、うん、つって一緒に事務所行こうとしたら、はいはい、30人ぐらいいたんですよ、警察が。怖っ。びっくりしてで、そこでもやっぱりこう、まだ20代でイケイケだったから、うん、まあ、何が悪いんだよみたいな、うん、まあね、態度、うん、で、警察もまあまあいい、まあまあいいから、うん、しかしお前いろいろやってんなみたいな、こう内定されてるから。そっか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 。で事務所着いた途端にバーって警察が入ってって、で俺が荒らされるの嫌だったから怒鳴ったら、もう怒鳴りまくられてほいでバーってなんかその証拠品を押収して、じゃあ連絡するからっつって、そっからもう毎日決勝、2日に1回決勝取り調べ、しでちょっとこう気分的にも参っちゃって、参りますよ、ね、で、バーンと、で、いや、ランボルギーニ夢だったのに、うん、だそう、結局その
やってたことは悪いことで、なんかこう、まあ、自己嫌悪じゃないけど、自分がやってきた道は間違えてたっていうところですよね。そこ、あれだ、まあ、初めてのって言ったら変だけど、挫折、まあ、挫折的な、はい、ね。まあ、その前にリサイクルで1回食らってるんで、ちっちゃい挫折だけど、そっちがまあ一番大きな挫折でしたね。そっからどういう、はい、そこで1年ぐらいはちょっと、うん、ちょっとこう落ち込んでた、もうげっそり痩せちゃって、はい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 、で当時から手伝いで残ってくれてたアルバイトの女の子が何人かいる中の1人が、私の友達が今ブームに来てる渋谷109の、まあ、某ブランドの、はい、ギャルブランドの企画やってるんですよ、はい、っていう一言を聞いて、はいはいはい、飲み行こうと、で3人で飲み行って、でその時にギャルブームですね、ギャルブームが来そうな時に ね、あ、来そうな時なんだ、来そうな時で、俺は絶対これすごいだろうなって分かってたから、なぜかっていうと行ってる時に、その前にギャルブランドの前にコギャルが流行ったんですよ、はい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 、でそのコギャルブームの時にお花とかが流行って、お花をつけてた、はい、で、あの花も輸入してた、あの瓶状で、はい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 、で、バンバン売ってたから、ハイビスカスみたいなのね、はいはいはい、つけてましたよね、はい、女の子で、その流れで一緒に飲みに行こうと行って、飲みに行って、で、すごいそのギャルブランドのその企画の女の子がイケイケで、で、今何売れてんのっつったら、これめっちゃ売れてんだよって話があって、うん、はいはい、で、何それっつったら、まあこういうモチーフで、こういうパーツがめっちゃ売れてると、はいはい、あ、そう、で、今それいくらで仕入れてんのっつったら、まあ900円ぐらいで仕入れてる、はいはい、1個、うん、で、それを販売してる、で、それがバカ売れ、その時に、もうとにかく仕事が欲しかったから、いや、それ俺500円で作れるよ、嘘ついてる、あ、もうそんな根拠ないけど、ないけど、で、え、500円、だったら頼みたいって話から、はいはい、次の日からもうこれをいかに500円で作るかをバーッとこう考えるわけですよ、まあいろいろ知り合いに聞いたり、はいはいはい、で、500円で作ることができなかった600円ぐらいはいはい、まあそれでも安いけどね、安いんだけど、500円って言った手前、俺はもうここは損して得取れだと思って500円で下ろした、そのパーツをね、かける2000個かな、はいはい、え、すげえ損じゃないですか、損したよね、でも絶対にこれ損して得取れだっていう、ちょっとこうどっかで自信があって、はいはい、たらやっぱり案の定気に入られて、そこの会社のボスに、はい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 、で、じゃあこれも頼もう、あれも頼もう、なるほど、で、本当にすごいこう依頼を受けて、そっからもううちらはなんつうの、スタッフたち含めて、はい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 、もうそのギャルブランドのお抱えみたいな、お抱え業者みたいな感じになるんだ、に成長してるんですよ、それでそこのボスが、はい、いや、そのランボルギーニ乗るの夢なんだろうと、いや、そうですと、だったらうちもっとこう店舗広がって、全国にもう何十店舗もあったんで、あ、そんなってそう、もっと広げるから手を組んでやればランボルギーニ買えるぞという、まあ、誘いがあって、はい、で、まあ、それはどういうことかっていうと、まあ、そのギャルブランドを正式にライセンス契約を交わして、自分でデザイン、企画、営業、製造、販売、全部やらないかという話があって、で、その時に1000万ぐらい軍資金がいるの、あ、自分のね、自分の、でもなんか失敗したらそれなくなっちゃうし、もうちょっと失敗したくないっていう気持ちが強くて一回断っちゃって、はい、したら、いや、残念だなと、でも絶対にやれるぞと、で、まあ、1ヶ月ぐらいまた淡々と仕事してたら、またその向こうのボスがやっぱやろうと、絶対ランボルギーニ乗れるから、はいはいはい、もうどんどんこうギャルブランドが上がってたので、はい、で、その時に信頼してた人に相談をしたら、まあ、自分ならできるよと、新地君ならできるから絶対やった方がいいっていう、すごいなんかこうプッシュしてくれて、はいはい、よし、じゃあここでやろうと、そうすればランボルギーニ買えるかもしれないっていうんで、その契約をやりますと、そしてライセンス契約したんです、したんだ、で、どうでしたっけ、すごかったんですよ、儲かったと、はい、そうなんだ、言えないけど、まあ、当時っていうブランド、はいはいはい、まあ、あれがもうバカ売れして、そのブランドの何を、例えばその花田の企画、デザイン、製造、
営業販売卸全部全部をうちがやる。へえ。だから本部にも卸すし、自分とこでも卸すし。なるほどなるほど。っていうのがうまくいって、はい、ドッカーンってこう上り詰めたわけですよ。はいはいはい。でその先ギャルブームは衰退していくわけじゃないですか。衰退していきますよね。そうどうなんですか。でギャルブームが結構長い間続いてて、バー行った時にその成功が元で、はい、まあ、某ブランド、うん、某キャラクター、はいはい、大手のね、はいはい、誰もが知ってる特化のオファーがあって、うん、その仕事もこう凝らしてるわけですよ。ここでめっちゃくちゃ儲かって、それでその家に帰ったんですよ。なるほど。それが何歳？32歳。すごいね。濃すぎるな、32までが。はい。それでその仕事たちはどうなるんですか。でその後結果、まあ、衰退していくわけですよ、ブランドは、うん、でもそれを皮切りにいろんな業者と付き合えるようになって、まあ、いろんなから、はい、からの仕事を請け負ってとかそのを作ってます、ね、業態は今もやってる。やってます。おーすげえな。なんか今ちょっとこれ聞くと、うん、すげえですねこれが。そうなのこれが。でもなんかこう落ちて倍上がるみたいなね。そう、なんかこういう感じ。要は反動になって。そう。まあそうだね。その後もやっぱりもうこれがあるんですよ。うん、もちろん交通事故もそうだし、まあまあそうね、何でもそうなんだけど、まあでもずっとこういう人生でこう来てます、ね。でもね、落ちても上がり続けてるから、はい、まあ、なんかそこが秘訣なんですよ、ね。成功のさ。やっぱりその負けず嫌いというか、うん、気持ち。うん、なんかその知識とか技術とかじゃなく、うん、結構やる気で、まあまあそう、やる気すごいですね。やる気でこうなんとかなる、ね、時代だったし、そうですね、だからまあみんなもね、勉強できないとかそんなのもう全く気にしないでいいと思う、まあね、俺もこっちも勉強は絶対できないし、やったこともねないし、結局その稼ぐっていう気持ちで仕事を頑張るっていう、そうですね、もう本当にそのやる気だけでなんとかなる。なるほど、うん。じゃあまあやる気と、まあ、根性とか、そうですね、まあ、そういうところですよね、はい、成功の秘訣はね、はい、これなんすね。これねこれね、いや実は今日撮影があるじゃん、はいはい、この後、うん、自分あの買って、あの手付金で持ってくっていう意味での、そうなんだ、はい、大した手付けなんで、はい、大したんじゃないですか。まあありますね。なんか買ったらしい、はい、うん、車ではない、はい、ね、まあでもゴッチも多分そうだけど、うん、俺もそうだけどさ、なんか成功してる実感ないよね。全然ない、全然ない。だから成功したとはちょっと思ってないですよね。思えない。でなんか俺もよくなんか成功してるよねとか言われるけど、なんかいや俺の成功これじゃねえしみたいな、ないですか、うん、そう、ね、だってさ、そんなんじゃねえよみたいな。なんか上には上がすごいいるし、なんかこれで成功だって言ったらこう終わっちゃうじゃん。終わっちゃうですよね。でもうちら走り続けてるから、そうやっぱりずっとね、やっぱ仕事もね、そうですね、頑張っていきたいし、ね、これが秘訣ですかね。そうですね。まあとにかくみんな ね、うん、ね、目の前のこと一生懸命頑張ろうとこなしていくっていうところですね。今日はいろいろためになるお話ありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。今度あの話を聞きたいな。トラウマ？トラウマ。あれはね、本当話したい。あれはね、話せる内容なんですか？あ、多分話せる内容。ただそんな経験してんだっていう。じゃあちょっと次回はトラウマ編をと思います。めっちゃ楽しい。ね、楽しい。今日はありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。はい、どうも、諸石さんでした。どうも。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。